ハレルヤ純三郎でございます。皆様、この度ハレルヤ純三郎一座誕生編の舞台をご覧になる方、動画配信をご覧になる方のために、手続きがすごくややこしいんですね。だから動画配信を見られる方は、その見られる前日までにですね、準備して手続きをお済ませください。そうすると安心して見られると思います。私と一緒に、説明していきたいと思います。お付き合いください。まずはですね、携帯電話をご用意ください。それとですね、紙とペンを用意してください。失礼いたしました。紙とペンを用意してください。それでですね、用意しましたら、まずはですね、携帯からですね、在庫を検索しないといけないんですね。森田検索です。よっ、はい、ではまずは皆様、携帯を開き、インターネットの、インターネットで在庫を検索してみましょう。はい、押しますね。そして、サイコパスになるために、失礼いたしました、在庫ですね、在庫、ZIEKO、 在庫ZAIKO です。在庫ですね、在庫をですね、会員に、なります。在庫と、カタカナでもよろしいんで入れてもらえれば、その在庫の、ホームページの画面が出ます。そこにですね、在庫イベントを見つけるっていう画面が出てきます。その右上にですね、この3本のこう3という、この3、ミサオの3ですね、これ3、失礼いたしました、その3を押しますね。押すとですね、在庫へようこそログインというのが出ますから、そのログインを、押しますね。はい、押しましたら在庫のちょっと白い画面になりまして、メールアドレスとかパスワードとか、書いてる、そのずっと下に、一番下にですね、字が見えないんだな、これちっちゃくて老眼なのでね、新規会員登録というのが出てきます。それを、押します。そうするとアカウント作成というのが出てきますので、アカウント作成、これはもうあかんどみたいな、アカウント作成をの下のこのメールアドレスですね、これメールアドレスをこれ押すと、この在庫の、名前とかメールアドレスを入れる欄にね、来ました。まず姓誰々、名は誰々と、あとはメールアドレスを入れて、生年月日、性別、男性とか女性とか入れますね。住所を入れますね。私なら15、本当の住所を言ってしまいました、大変申し訳ありません。それでですね、あとはパスワード作成ですね。パスワードはもう、大文字小文字、あと英語数字を混ぜまして、8文字以上ですね。それでさっき言ったこの紙にこのパスワードをですね、こう書いて、ここでちょっと書き留めとくと忘れませんね、これはね。そうですね、それからですね、在庫の利用規約に同意しますっていうところもちょっと押すと、もうこのチェックが入りますんで、あと私はスーパーヒーローではありませんっていうのがあります。これはもう私スーパーヒーローですから、これ押す必要はありませんねっていうことではあります。あ、失礼しました、私はロボットではありません。なんだろうね、このロボットであります、当たり前のね、ロボットじゃないの、当たり前、私は人間だみたいなね。
まあ、何のためにあるのかな、これ、まあ、多分こうウイルスとかのあれ関係の入ってこないようにこうチェックするんでしょうね。それで次へという ところ、ブルーになってます、これ紺色ね。そこをポンと押します。次へを押した後にですね、自分のメールにですね、在庫からメールが入ります。そこを開いていただきます。そうするとですね、在庫へようこそっていうあのメールが届きますので、画面が、それで何々様って書いて、アカウント認証という、紺の四角いのがありますね。これを押します。そうするとですね、メールアドレスの確認が完了しました。トップページへ戻るという、また画面が出てきます。このトップページへ戻るを押します。そうするとですね、イベントを見つける、さっきの、この3ですね、三沢の3ですね。はい。この3本線のところがまた出てきます。それをですね、もう一度押します。その3本線を押しますとですね、こう画面が出てきます。ほんで右上にこの×が出てきますので、一番上にですね、自分の名前があるかどうかを確認するためだけですね、この画面は。それで確認しましたら、またこの×を押していただくと、イベントを見つけるという、四角い画面が出てきます。真ん中に白いこの四角が出てきますね。イベントを見つける。ここでですね、ハレルヤ純三郎一座とこれ入れますね。ちょっと入れてみますね。ハレ、ひらがなは無理でございますね。では、ハレヤでしか入らないな。ハレルヤ。これはね、ハレヤって書いてある。ハレルヤって読むんで、実際の漢字はないんですね。だから、ハレっていう、晴れ曇りの晴れ入れて、矢、この弓矢の矢ですね、矢を入れて、純粋の純を入れまして、純。そんで、サブローを入れますね。サブロー。そんで、一座を入れまして、ハレルヤ純三郎一座が入ります。これで検索という、横の黒いところを押しますね。さて何が出てくる、おー出ましたね。春匠の、この画面が出てきました。ようやくたどり着きました。こういう画面ですよ、皆様。こういう画面が出てきました。春匠のね、このロゴですね、我々の。ちょっとこう四角くなっているところ、春匠のこのピンクの字のとこポンと押します。押すとハレルヤ純三郎一座誕生編っていう、この画面が出てきます。ほんで英語でハレルヤファミリーサムライ、なんだこれ、神戸ビーフゲイシャーか、ゲイシャー神戸ビーフってのが出てきますので、この画面に到達すると、あらすじとか、原案演出春田純一とかこうずーっとこのハレルヤ純三郎一座公演のあれが出てきますね。でこれをずーっと、あ、一番下ですかね、チケット購入、このチケット購入、もう本当にあの携帯の下にチケット購入というのが出てきます。このチケット購入を押しますね。チケット購入を押しました。そうすると、チケット購入、また春匠っていうピンクの春匠が出てきますんで、これをまた押します。うわー、大変ですね、これ。ややこしいな、これ。それしたらまた出てきますね。だーっと、これで下まで行きますね。そうすると、この、プログラムみたいな公演配信チケット、10月16日昼14時2000円とか、その公演別の、日にち別のあれが全部出てきます。それで見たい方は、この登録っていう右端にあるところを、見たい
日にちと見たい時間の登録、これをポンと押します。それでですね、次は料金のお支払いのお知らせがきます。まあ、クレジット払いの方はカードで、その書いてる通りにやれば支払いが OK なんですが、クレジットカード以外の方はですね、コンビニで支払うことになります。予約番号をですね、コンビニに提示して料金を支払うっていう形になります。それで在庫の場合はですね、コンビニがですね一つしか支払うところがないんですね。それはローソンで、この一つローソンだけで支払うことになります。でここで支払えばコンビニでも、料金を支払えばまたメールが届きます。視聴できるメールですね。そのメールに従って完全に視聴ができるというわけです。ということで、視聴できても、まあ、ライブその時間に必ず見られるのと、見逃した場合は72時間以内にはアーカイブで見られますんで、押すといつでもその72時間以内には見られるようになりますので、ご安心くださいませ。まあそんな形で、ちょっと難しいんですが、動画配信なかなか難しいですね。まあそういうことで、ちょっとハレルヤ・ジョン三郎一座、誕生編をぜひ動画配信でご覧くださいませ。